相対駅は、香川県佐抜市づくり、電山田にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T17。駅名は、ゾウだと、たに濁るが、地名は、ゾウだと濁らない。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、一番乗り場が一線する。ここで、特急列車の行き違いがよく行われる。駅が、カーブ上にあることもあって、一番線は、 列車とホームとの間がかなり広く開いており、駅構内にはその旨注意事項がある。また、隙間の部分に黄色の回転灯が数箇所設置されている。かつては、総ー駅泊まりの列車があったが、1998年10月3日のダイヤ改正において、同列車は廃止された。この列車は、車庫等に引き上げるものではなく、2番乗り場に停車し、 十数分停車した後、当駅始発の普通列車となり、高松へ折り返していた。駅舎の高松よりには、保線車両留置用の線路及び資材置き場がある。戦前は、送病出荷、戦中は、軍事輸送や、兵種派遣、終戦後は、生活物資、特に米の買い付けに来る、闇商人などで連日混雑を繰り返していたが、今日では、住宅街に立地し、 朝夕の通勤、通学に利用されている。一方、昼間の利用者数はかなり少ない。JR 四国の経費節減のため2010年9月1日より無人化された。かつては急行アワーが短期間ではあったが停車していた。駅舎は1926年の開業当時から使われてきたが建て替えとなることが決定し、2017年2月10日より新駅舎を 使用開始した。1日平均の乗車人員は以下の通り、駅は元長尾町の北端にあり、長尾町にある唯一の JR の駅であった。高徳本線が指導駅まで開通した後の1921年頃、中央政界では、政友会と県政会が対立していた。県政会には旧長尾町出身の小西和が、政友会には、 旧寒川町出身の破水イ基吉が所属していた。1917年に長尾町役場で結成されていた阿山鉄道東山線規制同盟会のメンバーらが西岸運動を行った。そのため高徳線は首都から南に大きく迂回するように、敷設されるように具体化された。当時長尾町は森正市へ駅を設置するように誘致したが町負担であった。 補助金2万円を年出することができず、右翼曲折することとなった。結局、作り電池の設置が決定したのは1924年である。ところが、駅の位置については、最初に決定した地点から200メートル程度西寄りの現在地に設置した。これは最も、長尾寄りに駅を設置することを強く要望した、小西和の意見によるものである。四国旅客鉄道。 ありがとうございます。